チャージ YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。一度だけガス欠やらかしたことがあります。会社の駐車場で。案内人の M です。はい、ということで今回は持ってきましたのがこちらの車、日産サクラ。日産の車の中でも軽自動車タイプのピュアな電気自動車、ガソリン一滴も使いません。今日はこの車で何をするかというと、東京に行きます。はい、かねてよりちょっと予告をしておりましたフォーミュラ E 東京大会、3月30日に開催されるということで、そのフォーミュラ E の観戦に私たちも参ります。そして私はこの車、日産サクラで行こうと思っています。まあ、道中長いので、また趣旨とかはたくさんお話しするかなと思うんですけれども、とにかく心配なのは電結ですよね。無事東京までこのサクラでたどり着くことができるのか、そしてその間の充電どんな感じなのか、レポートしていきたいと思いますのでお楽しみに。それでは行ってみましょう。はい、ではスタートしていきたいと思います。まずはいつものようにですね、ドライブコンピューター、こちらリセットいたします。すべての項目をリセットと、はい、させていただきます。サクラの場合ですね、ドライブコンピューター1つしかありません。車種によってドライブコンピューター1と2と、あと給油法、燃費情報とかもあったりするんですけれど、これはありませんので、はい、こちら1個ですね。はい、もうこれで東京往復ずっとこのまま行きたいと思います。すごいすごい降ってるんですけれど、とにかくまずは、高速道路に乗らないと始まりませんので、安全運転でですね行きたいなと思います。はい、であと、あ、もう今日雨降ってるんで速攻でですね窓が曇ってきちゃいました。エアコン設定していきましょう。とりあえずいつもの感じで22度のオートでやってみて、適宜エアコンは調整していきたいと思います。本日福島市はですね車の外気温度計で11度を指しております。この3日間ですね、とりあえず今日は雨なんですけれど、おそらくは明日、明後日は雨じゃなさそうだと、教えていただきました。今日はですね、ちょっと雨模様なんですけれど、東京の方もですね、結構今雨降ってるみたいで、ただ、本番のレースの明日、そして、私の帰る明後日はですね、そんなに雨じゃなさそうだと教えていただいております。で、ただ結構片道300キロぐらいの長距離移動になるので、私もなんなら300キロみたいな長距離移動を軽自動車で走るの初めてかも。それをいきなりサクラでやって大丈夫かな。で、とりあえずですね、100% 充電にしてございます。はい、で、ただいまですね、車の外気温度計11度オートで、いつものエアコンは22度のオート設定で行ってみたいと思います。またですね、走行モードがとりあえずエコモードなんですけれど、ここから先ですね、東京に向かうにつれて、まあだん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 気温は上がっていくんじゃないかなと思っております。走行モードはエコモード、もう今日はというか、この往復の間はずっとエコモードで行こうかなって思っておりますが、いかがでしょうか。どうなんだろうな、高速道路、あとプロパイロット使って高速道路走ると思うので、そうなってくるとエコかどうかってそこまで大きな差にはならないかもしれないんですけれども、まあ今日ずーっと付き合っていくんですけれども、このサクラで東京往復、一応グレードがですね G グレード、上のグレードになってまして、あとプロパイロットついております、 ETC もついております、ナビはメーカーオプションナビがついておりますというところで、フルスペックのものを用意してまいりました。で、ただサクラですね、すべてのグレードは肉のモデル、そして航続可能距離、一充電の航続可能距離がカタログ上で180キロの車となっております。で、この180キロっていうのは本当 100% から 0% まで使い切ると180キロだよっていうものになるので、実際の運用上は180キロまで走れないと思っていただいた方がいいです。そして今日ですね、雨降ってます。雨が降っている上で、しかもスタッドレスタイヤを装着しているので、燃費的には最悪の状態ですね。路面が濡れていると抵抗が増える、あとスタッドレスタイヤも抵抗が高いので、こう走ることに対する電力の消費って大きくなるんですよ。で、ただしエアコンに関しては、まあ今一応22度の設定に対して外11度ですけれど、そんなに寒いってわけじゃないので、そこまでエアコンでのバッテリー消費は大きくないかなと踏んではおります。
ちなみにですね、一応今、バッテリーの残量がすっと2%減って98%なんですけれど、走り出して100%充電してても結構最初の減り早いような気持ちもあるんですよね。どうなんでしょう。で、メーター上で見えてる高速可能距離が140キロとなっております。では、先は長いですから、まずは高速道路に乗っていきたいと思います。いつもの福島西インターチェンジを目指してまいります。はい、では、高速道路手前のコンビニで飲み物を調達いたしました。ここからですね、本当に長い旅の始まりになるなと思います。今日の旅はですね、まずどこに向かうかというと、安達太良サービスエリアです。ここ福島市を出てですね、割とすぐのサービスエリアなんですけれども、とにかくそこで充電しとかないと、どうなるか、この先わからないというところはありまして、なぜかというとですね、この桜、今回の旅では、大体100キロごとに充電をしようというところを目安に考えてるんですけれど、福島市から大体100キロの最初のサービスエリアって、那須高原サービスエリアなんですよね。那須高原まで結構上りなんです。だからちょっと怖いなっていう話がありました。もうちょっと詳しく話すんですけれど、まずは高速道路に乗りましょうね。雨の方が、燃費的には厳しいんですけれど、その代わりですね、はい、速度規制入ってますね。80キロです。時速80キロで走るのと時速100キロで走るのでは、燃費的にだいぶ差があるはずですので、プラマイで言ったら、100キロで走ってたと考えれば、いいのかな。でも、どっちにしろ天気良くても、だいたい80から90ぐらいで走ろうかなと思ってたので、ちょっと、周囲の安全に合わせてですね、周囲の速度に合わせて安全に走っていきたいと思います。で、あと天気が悪いので、一応ですね、プロパイロットついてるんですけれど、とりあえずはプロパイロット使わずに走っていこうと思います。で、さっきの話に戻りまして、最初に、順当に100キロごとで行こうと思うと、最初に行くのは那須高原サービスエリアなんですけれど、那須高原サービスエリアまでここからだいたい400メーターぐらい登るんですよ。400メーターの高低差を登って、行こうと思うと、だいぶギリギリになるという話でして、とはいえ100%充電からスタートなので大丈夫だと思うんですけれど、で、ちなみに現在ですね、バッテリーの残量が92%です。あと、高速道路に乗ったばかりのところで一旦報告しましょう。ドライブコンピューター、スタート地点から 8.3 キロ走行しまして、走行距離が1キロワットアワーあたり 6.6 キロを指しております。本当すぐそこなんです。安達太良サービスエリア、25.3キロ、もう25キロぐらいしかないんですけれど、どうでしょうね。そこまで行く間に、バッテリー的には70%とか、そのぐらいで行くのかな。ちょっと、安達太良サービスエリアで、とりあえずは充電をしましょうというのを、目標にまずは行きたいと思います。はい、安達太良サービスエリア、予定の安達太良サービスエリアまで、残り4キロを切ったところなんですけれど、バッテリーの残量はですね、今75%あるんですよね。サクラももちろんですし、他の電気自動車もそうなんですけれど、バッテリー残量がある程度減ったところから充電した方が、その時間内で充電できる容量っていうのは大きくなるんですよ。なので、もうちょっと減らしたいなと思いまして、一旦安達太良サービスエリアは見送って、その先にあります、朝霞パーキングエリアで充電をするに、ちょっと切り替えたいなと思います。はい、朝霞パーキングエリアまで、あと23キロありますので、距離的には全く問題なくつけるような、そんな場所となっております。そこまでの間に、50%は下回んないか。下回んないと思いますけれども、ある程度減らしていった上で、そこから30分充電をして、次のポイントを目指したいと思います。朝霞パーキングで30分入れて、その後、でも予定通り、那須高原で、お昼を兼ねて、充電してもいいかな、そんなところで行きたいなと思います。で、ちなみにですね、このサクラという車、
まあ、電気自動車の K ということで、まあ、このチャンネルご視聴いただいている方にとってはもしかするともうおなじみの車かもしれないんですけれど、モーターで走る軽自動車ということで、一応ですね、最大出力、馬力ですね、これは軽自動車並みに一応抑えていると言った方がいいのかなと思います。軽自動車各社自主規制として64馬力規制というのを設けていて、ターボ付きの軽自動車でもガソリンエンジンですね、ガソリンエンジンのターボ付きの軽自動車もどの車も見ていただくと64馬力なんですよ。でターボなしの車だともうちょっと馬力落ちるんですけれど、このサクラは64馬力に、まあ、制御してあると言いましょうね。はい。で、なので、走り味としては、まあ、普通の軽自動車、ターボ付きの普通の軽自動車並みなのかなって思われがちなんですけれど、ただし、モーターによる走りっていうのは、それだけじゃないんですよね。トルクがすごく太い。で、エンジン音もしないっていうところで、まあ、今日も高速道路発進加速とか、合流加速とかしてますけれど、当然ですね、静かな状態で、スッと、車線に、本線に乗ってくれる、そういったところでそもそも音がうるさくないっていうのは、パワーの強い車、余裕のある車っていう感覚がですね強くございます。でその上で実際パワフルなんですよ。走り出しとか下手なコンパクトカーよりもよっぽど速いっていうのがありまして、ということですね、今日はこのさくら電気自動車ならではの走りを、雨降ってるんですけれど、まあ楽しんでいきたいなと思います。先はまだまだ長い。なんて言ったって、今日300キロぐらい走るはずなのに、まだスタートしてから37キロですから。時間かかりそう。あとですね、つどつど充電を挟みながら行きますので、まあ桜に乗って東京に行くっていうのは、余裕でできますよとかおすすめしますよっていう言い方をするつもりは一切ございません。私としてもちょっとしたチャレンジとして、今日は桜で東京に行こうって決めたんですけれど、時間にゆとりを持って、あとどこで充電しようかなっていう計画をある程度立ててですね、走っていただくことで、ちゃんと長距離の移動することができる。そこの充電と時間の部分の心配さえクリアしてしまえば、軽自動車サイズですけれども、ゆとりのある走りができる。そして、走行コスト非常に安いっていうところでですね、快適に使っていただける車になってるんじゃないかなと思います。私も今日まあ、運転の疲れっていう点ではそんなに疲れないんじゃないかなって、予想はしてるんですけれど、まあこれまでもですね、このサクラで、ある程度福島県内長距離移動はやってきました。そんな中でもですね、やっぱり桜って疲れにくい車だなとか感じてるわけなんですよ。今日はそれをさらにちょっと遠出をして、実証していきたいなと思っております。では、朝霞パーキングエリアまで残り15キロ。ただいまの時刻が10時36分です。では、引き続き走ってまいりたいと思います。はい、郡山南インターチェンジを越えまして、まもなく朝霞パーキングエリアでございます。今ですね、バッテリーの残量が 58% です。まあ正直もうちょっといけるなっていう気持ちはあるんですけれど、ただ、ここから先ですね、あとはもう 100% 充電になることはないんですよ。まずない。で、そうなっていくと、充電を使い切るような、そんなイメージだったら、まだまだ走れるなんですけれど、これですね、どん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 、充電をしていっても、なんて言うんでしょうね、充電を30分充電した後の結果っていうのが、減っていくんじゃないかなと思うんですよね。一回一回の充電、結構大事にしながら、行きたいなと思っております。ではですね、最初の、1回目の充電、朝霞パーキングエリアに入ってまいります。高速道路の充電器ですね、たまに故障中とか、工事中みたいなことがあるんですけれど、一応ですね、今事前に見てもらったら、ちゃんと使える状態になっているようだったので、はい、こちらで30分充電をしましょうね。はい。充電器はどこでしょうか。割とですね、ちゃんと充電器こっちだよっていう案内が、してくれてるんですよね、どこのサービスエリアも。で、大抵のサービスエリアが奥の方なんだけど、お？もしかして屋根の下？あ、嬉しい。はい。
こちらですね。結構一等地にあるパターンですね。桜給、充電口が右側にありますので、この場合は頭から突っ込みます。はい。では、まず最初のポイント到着です。福島市を出まして 55.6 キロ走行、平均電費が1キロワットアワーあたり7.9キロ、58%からの充電30分、スタートしたいと思います。はい。朝霞パーキングエリアで30分充電しました。バッテリーの残量がこちら、91%。思ったよりもなんか充電入ったなという気がします。この30分で一応 6kWh の、充電がされたということで表示出ておりました。はい。では、ここからですね、再び走り始めてまいります。9時45分頃にですね、福島市を出たんですけれど、未だに私たちおりますのは、郡山市なんですよ。雨も降ってるしということで、それもあってですね、80キロでずっと走ってるんですけれど、この先もでも80キロで走ると思います。その上で、充電毎回30分しながら行くので、いや、結構時間かかりますよ、今日の旅。はい。では、朝霞パーキングエリアを出まして、次の目的地は、当初の計画通りで、那須高原サービスエリアですね。こちらで充電と、あとお昼ご飯を、食べていきたいなと思います。はい。那須高原サービスエリアがここから43キロなので、余裕ですね。ただし、冒頭でもお話ししてる通り、ここからの区間もずっと上りになりますので、そういったところでは、燃費的にはちょっと苦しい場所になってまいります。移動に時間はかかるんですけれど、その代わり強制的にですね、充電という名の休憩が挟まりますので、そういう点では、余裕のある長距離移動だなという感じはします。本日1回目の充電済みましたけれど、予定で言ってもあと3回充電しますからね。結構ありますよ。目的地まで、まだ、まあ、ちょっと今日まだナビ設定してませんけれど、あと200数十キロあるはずなんで、お昼に、那須高原で、そっからどうだろう。予定時刻を繰り上げてスタートしてるので、当初の計画だと、5時半ぐらいに、東京、目黒に今日行くので、目黒区に5時半ぐらいに到着する予定で考えてはいるんですけれど、どうですかね。まだまだしばらくは、悠々とこの東北自動車道を走っていけると思いますので。いや、桜の走りはですね、本当いいですよ。ゆとりを感じます。軽自動車なんですけれど、この高速道路を走っていても、運転してる車、軽自動車っていう感覚は全くないんですよね。もちろん、軽自動車の枠内の室内になるので、そういう点では広い車ではないんですけれど、ただしパワーとか、あとは静粛性とか、そういう点で見ていくと、本当コンパクトカーの中でも、ちょっと上級のコンパクトカー、日産で言ったら、オーラとか、そういう車に乗っているのに近い感覚で運転することができています。あと、雨足がですね、結構弱まってきたので、ちょっとプロパイロットを使わせてもらいましょう。はい。高速道路ですね、プロパイロットを使うと一瞬で車線認識してピローンって、音声が出ます。はい。こちら、サクラに搭載されているプロパイロットは、いわゆるプロパイロット1.0になるんですけれど、ステアリングから手を離すことはできません。こちらを使ってですね、一応プロパイロット90キロ設定で行こうかなと思います。あとは先行車両、ちょうど大型車両が走ってくれていますので、いい感じにですね、風を避けるのに使わせてください。はい。これによって燃費が上がるんじゃないかなとか、そんなところをやりながらですね、またしばらく走ってまいります。次は那須高原サービスエリアに泊まります。